皆さん、星空ってどういう風に撮るか知ってますか？よくね、夏とかこう、綺麗な天の川ってあるじゃないですか。それをね、綺麗に撮るには、実はね、赤道儀っていうのが必要なんですよ。どういうことかっていうと、地球そのものは回転してますよね。これをね、自転って言います。普通の三脚で星空を撮ろうとすると、ブレてしまうんですよね。それを補正するために赤道儀というものが必要になるわけですよ。この中に入ってるので、ちょっとこれから開けていきたいと思います。おお、なんだこれ。あ、こっちか。ペンタックスの OGPSI でございます。簡易的にこうブシュッと星を捉えて離さないというね、ものらしいですよ。というわけでね、これから開けてみて、で、実際にですね、僕のペンタックス K30 の方に取り付けてみたいと思います。というわけで、レッツゴー。というわけで、これがね、僕の買ったペンタックス GPS ユニットを GPS-1 になりますね。箱はこんな風になってるね。すごいシンプルだな、これ。こんな風になってる。わ、綺麗。ちゃんと星の跡でしょ、これ。よ、おい。いざ、行かん。俺のペンタックスを GPS-1。おちっちゃー、なにこれ、こんなちっちゃいんだ。中に保証書と取り付け説明書が入ってたわ。これが本体だ。ちっちゃ、わかる、このね、手の中に収まっちゃうぐらいちっちゃいよ。なんか段ボールの方が大きいねこれ。なんかみたいな感じになって、こんなでっかい段ボールにする必要あったのかな。まあいいか。これを上に引き抜くのかな。いいのこ抜け、おーあ、お、これでいいのか。すごい、ちっちゃー。これだけだよ。GPS ペンダックス書いてあるわ。まず、開けて、電池を入れる必要があるみたいなんだけど。あ、カチ。じゃあ、これを実際ね、こちら、ペンダックスの K30 の方につなげてみましょうかね。ここを外して、よいしょ。ペンダックスのこの印と、ここを合わせればいいらしい。よ、入れて、電源、オン。おーおーおー、入った。衛星のマークみたいなのが入ったね。これでいいらしい。GPS、アストロレーサーにすればいいんだね。なんかね、精密キャリブレーションっていうのをする必要があるみたいで、カメラがある位置を GPS でね、確認するためにやるみたいなんですよね。これ押すと、お、なんだこれ。それぞれの方向にカメラ、あ、え、どうすんの、こういうこと、こんな感じで回せばいいの。回してるぞ。あ、できた、できた。あ、これで精密キャリブレーションが完了。で、この B のバルーンモードにして、開放時間は30秒。F 値は 9.0。ISO 感度は1600g、3200ぐらいでもいいらしい。これで撮ればうまくいくらしいんですよ。ってことでね、この状態でハワイで実際に撮っていきたいと思います。というわけでね、僕ハワイ行ってきましたね。実際にね、こちら使ってね、天体写真の方を撮ってきたので、そちらご覧いただきたいと思います。はい。こんな感じです。ちゃんと星も流れずに固定されて撮れてますよね、ちゃんとね。初めての天体写真なのでね、お前下手くそだろって思われるかもしれないですけれども、僕なりに一生懸命撮ってみた写真でございます。だいぶコツっていうのが分かったので、今度はですね、夏になるので天の川とか、北極点を中心にしてですね、星の動きを撮ってみたりとかですね、そういうのもちょっと挑戦してみようかなというふうに思ってますので、ぜひそちらの動画もお楽しみに。というわけで今日の動画はこの辺で、皆さん天体写真に興味はきましたが、ぜひ動画のコメント欄に感想書いて教えてくださいね。それとこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日、チャオ。